皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。で、なんか外がちょっと賑やかですけど、失礼しております。本日はですね、ちょっと楽譜のお話を。以前もお話ししたかもしれないんですけど、最近の楽譜っていうのはね、もう綺麗に印刷されて、大体多くっても10段ぐらいにまとまっている、美しい楽譜で大変読みやすいんですけど、手書き譜だと大変ですよねという話をしてました。今度、とある演奏会でこちらします。はい、鬼の楽譜ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。1ページに14段でございます。で、本当はね、これね、もうちょっと大きいサイズだったんですけども、持ち運びと譜めくりのことを考えると、ちょっとちっちゃくしてみようかと思って印刷したのがこちらなんですが、いわゆる通常のね、オケの譜面って少しね、A3 より大きいんですよね。B3 になるのかな？うん。で、そちらの方っていうのが、まあ、オケでは当たり前なんですけど、まあ、通常の、まあ、コンサートだと、まあ、やっぱりそんなサイズはなかなか使わないことが多いです。まあ、A3 をバーって何枚も並べて、譜面台2つ使ってとか3つ使ってってやるコンサートはあるんですけどね。で、今度のこちら使う方のね、演奏会がですね、ちょっと、舞台が狭いもので、譜面、あまり大きすぎるといろんな意味で視覚を奪うのでどうしようかなと今いろんなこと思っています。ただまあとりあえず両方用意しといて最初使うのはどちらでもいいかなと思ったので縮小コピーをしてみましたが、ますますちっちゃくなって読みにくいですね。こういうの考えていくと iPad とかでなんか編集していただけるのかな。ただね、次のページがね、もうね、踏めくりしてる場所がないんですよね。なので、ここの4分の2の後の4分の4から先ですね。お休みとか、伸ばしの音で、ちょっとめくれるっていうところがなくて、ここ伸ばしの音あるんですけど、レミレミのトリル、どれどれかのトリルなんで、無理ですね。どっちか開かないとめくれない。特に右手が開かないとめくれないので、そうなってくると、でもここでめくれるかな。まあ、楽譜を作り直すかどうかも合わせてちょっと検討したいなと思っています。で、ちょっとふと思うんですよね。やっぱりね、こういう時に iPad があったら、まあ、編集も楽になるのかなと。今年は本当に検討しなきゃですね。それでは皆様、またね。